こんにちは DX リーダー養成のための基礎講座へようこそ私はこの講座を担当いたします東京都市大学情報工学部知能情報工学科の柴でございます開講にあたりましていくつか注意事項がございますまず本講座の想定受講者と講義目的についてご説明します 本講座の受講生は理系の業務バックグラウンドを持つ中堅層またはリーダー層で会社が DX を推進することになりそのプロジェクトチームのメンバーもしくはリーダーに選出されたような人を想定しています。DX プロジェクトを進める上で最低限知っておいてほしいことを座学と演習を交えながら 実践的に習得してもらおうと考えております私のバックグラウンドについて簡単にご説明します日系の大手電気メーカーでさまざまな経験をしてまいりました生産技術研究から始まって製品開発事業改革工場の業務システムの刷新高度体系の刷新統合研究管理 研究戦略事業戦略略事業の立案さらにはグループ会社全体の情報戦略情報セキュリティの統括を行いさらにグローバルレベルの IT ガバナンススキームの構築などを行いました海外駐在や海外共同研究なども豊富な経験を持っておりますこの中で事業改革工場の業務システム刷新高度体系の刷新統合 IT ガバナンススキーム構築こういったところがいわゆる DX に関係する非常に重要なことということで今回の授業では私の経験に基づくさまざまな失敗ですとかえまあこれをやっておけば成功するだろうということをお話していきたいと考えています。さらにに2016年に ビジネスコンサルタントとして独立し2020年コロナの始まった年でございますけれどもこの東京都市大学の特任教授として着任し現在知的経営システム研究室というのを主催しそこで学生を指導しております。本本科科目目ののの構成についいてご説明します。本科目は全部でで回、この青で書いたものが、 オンデマンドでの教育になりますそして灰色のところは対面の演習という形になります第1回目では DX と戦略の見える化技術についてご説明し第2回目でその実際について演習を行って体験をしていただきます第3回目では基礎業務知識について学びそれについての応用を第4回で行います でさらに DX 推進に必要な基礎知識について学びその立案改革推進計画の立案演習というのを第6回に行います最後の第7回には第6回で行った演習の成果を皆さんの前で発表していただくということを予定しております開講にあたっていくつか注意事項があります毎回の授業の終わりに宿題が出される場合があります 演習におけるグループワークを実施する場合にはチームとししててその成果物を提出していただきますグループワークのチーム分けは第2回の対面授業の場で行いますがそのチームは原則として最後第7回目ままで固定といたしますなおこれはお願いなのですが演習にあたってさまざまな情報を開示する場合がありますが皆さんが所属する会社の情報を開示する場合には 公開情報もしくは特別に会社の許可を得たものに限定するように注意してくださいよろしくお願いいたしますそれでは第一回目の授業を開始したいと思います第一回目のテーマは DX と戦略の見える化技術についてですそれでは始めますこの第一回目の授業では 改改善と改革デジタルと DX の違いこれを正しく理解できるようにしていただきます。自社の経営事業戦略と DX のベクトル合わせの重要性についてもしっかり理解できるようになっていただきます。そして経営事業戦略と DX の関係性を見える化するつまり可視化する手法をマスターしていただきます。 この第1回目は3つのセクションから成り立ちますそもそも DX とは何かなぜ戦略の見える化が必要かそして戦略の見える化の進め方この3つのセクションから成り立ちます。それではセクション1「そもそも DX とは何か」について勉強してまいりましょう。このセクションでは 改善と改革の違いを理解していただきますさらにデジタル化と DX の違いを理解していただきます DX はデジタルトランスフォーメーションの略です以前学生が DX とはデラックスだと言いましたけれどもデジタルトランスフォーメーションという言葉はぜひ覚えてくださいで3つ目は IT は手段でありその導入が目的ではないということを理解していただきたいと思います まず改善とは何でしょうか改善とは日々の業務や作業を継続的に見え直し業務効率などの向上を図ることですこの下の図にあるように時間を減るに従って業務効率などは慣れなどがあってどんどん下がってきますそこに小集団活動をはじめとする改善活動を入れることでこの効率を上げる これが改善というものです。ところで、新製品の登場というのは、皆さんの生活を変えると思います。私たちの時代はラジカセで、えー、青春を過ごしましたけれども、ウォークマンが出て、歩きながら音楽が聴けるようになり、さらに iPod が登場することによって、皆さん方はたくさんの音楽を自分の手元に置いて、 どんな場でも聞けるとこういう世界に変わりましたあるいは移動電話を考えてください昔はこんな大きなものを肩に背負ってというような時代でしたけれどもそれが携帯電話になり今はスマートフォンになりました昔の携帯電話はガラケーと言われるぐらい世の中が変わってきてしまいました あるいは新製品の登場だけではなくってその新製品の登場がビジネスも変えるという例を見ていただきましょう昔は CD や DVD の販売やレンタルそういったお店がたくさんありましたしかしながら iPod が出てきて iTune が始まってからダウンロードするという選択肢が増えましたさらに最近ではサブスクリプションサブスクというのが出てきて いつでも好きな音楽を好きな時に聞けると、こういった世界に変わってきましたこのように販売からダウンロードサブスクとなってくると何が変わってくるかというと販売レンタルダウンロードは一時的なお金ですサブスクの場合には継続的にお金が入ってくるということでビジネスが変わってくるわけです計算機の世界もそうです昔は自社サーバー これオンプレミスと言っていましたけども持っていましたこれをレンタルサーバーを使うようになりさらに最近ではサーバーを所有するというよりもあるいはレンタルするというよりもクラウドを使う重量課金するという世界に変わってきましたこのようにビジネスが変わるということはお金の流れもどんどん変わってきますつまり こういったビジネス自体を抜本的に改革変革するものこれがこれからの時代に求められるものです左側の絵でこの絵で見ていただきますと時間に伴って売上規模が下がってくるこれを改革することによって不連続な改革効果を得るこれがビジネス変革あるいはビジネス改革と言われるものです 今さまままざなパラダイムシフトが発生しています恐竜が隕石の衝突により絶滅し今の哺乳類の世界になったように今このパラダイムシフトを乗り越えるためには DX を実行しこの変化を乗り越えることが必要になってくるわけです。それでは皆さんが デジタル化と DX の違いをしっかり理解しているかどうかを確認してみたいと思います。その違いをメモ用紙などに書き出してください。それではこの動画を一旦停止してメモ用紙などに書き出しが終わったら次に進んでください。書き出してみた結果は皆さんどうでしたでしょうか。デジタル化 とはこれまでアナログで行っていた業務をデジタルに変えることです書類をペーパーレス化したり同一データの繰り返し入力を避けることで業務との協力化を図ることつまりこのデジタル化というのは IT を使った改善活動も言えるでしょう DX デジタルで変革をするとつまりデジタルは変革がなければ DX とは言えないここを認識してくださいここで組み立てラインのことをちょっと皆さん方に考えていただきたいと思いますよくデジタル化あるいは DX 化をするためにはですね、センサーでたくさんのデータを集めてそれを処理しようとこういう動きをする人がいます例えばこの組み立てラインを見てください 作業者 a b c d e と。この五人の作業者が。順番に。そこで物を組み付けていきます。作業者 a と作業者 b の間に。いくつかの半製品が置かれます。これを半製品あるいは工程内仕掛か,かりと呼びます。で。それぞれの。赤い丸でつけた s というところ。これが。 工程内しかかりすす半製品のの数を把握するためのセンサーですおそらく初めてデジタル化を進めようという人たちはこういったセンサーをたくさん設けてそしてデータを取ればいろいろな改善とか改革の指針が得られるとこういうようなアプローチをしてしまうことがよくあります。しかしそれが本当にいいのでしょうか これはトヨタの生産方式で有名な一個流し生産のの例を挙げたものです先ほどと同じように作業者が ABCDE が隣り合わせに並び作業者 A から B の間には1個作った半製品が置かれるとこういうような形になります。そして作業者 B は自分の作業が終わったらそれを C の方に渡し A から渡ってきた半製品に B としての作業をするとこういうような流れで順番に生産を行っていくこれがトヨタの一個流し生産というものですこの場合には工程内には最小限の半製品しか置かれませんしたがってセンサーも投入と出口の2箇所を置けばいいということになるわけですつまり 何でもかんでもセンサーをつけて IT 化すればいいというのではなくてそれ以前に改善するあるいは改革するそれにさらに IT を使うこれがキーとなるそれを覚えておいていただきたいと思いますこのように皆さんが持っている IT 知識だけでは 皆さんが任されたプロジェクトを成功に導くことはできません DX の目的はビジネスの変革に寄与することであり IT を導入することではないということを常に念頭に置いていただきたいと思います。それではもう一つ皆さん方に考えていただきたいと思います。 別途提供いたします課題1-1の用のシートに自分が担当する予定のプロジェクトの重要推進項目を記載してみてくださいそしてそれがデジタル化課題なのかビジネス変革課題なのかを分類してみてくださいこれについては5分から10分でまとめていただきたいと思います課題1-1ののシートはこのような形になっています 記載例ににありますように例えばプロジェクトの重,点重要推進項目が「旅費生産システムのクラウド化」ということであればそう書きそれはデジタル化課題なのかビジネス変革課題なのかどちらでもないのかこれをプルダウンメニューから選んでくださいこのプロジェクトの重要推進項目が決まっていない場合もあるでしょうその場合には この上に書いてございますように、皆さん方が重要と考える項目を想像で書いてみてください。それでは、課題1の1に取り組んでください。一旦ここで画面を停止して、全部の作業が終わってから次へ進んでください。お願いします。 課題1-1のシートに書き込みが終わったと思いますその結果皆さんのプロジェクトはどちらだったでしょうかもし結果がデジタル化項目だけだったらこの講座が終了した時点で皆さんの上司や皆さんの会社の経営幹部と会話してみることをお勧めします結果が本来のビジネスの変革を目指すものならばこの講座を通してその変革を 成功に導く手法を学んでいただきたいと思いますところで DX 推進に必要な五つの要素というのがあります皆さん方はもちろん IT 知識というのを持っていると思いますがそれ以外に業務知識がありビジネス設計力がありさらに経営戦略も必要です そしてプラスコミュニケーション力この5つの要素が DX 推進には欠かすことができませんこの講座ではこの DX に必要な5つの要素をバランスよくつないでいくための基礎知識を学んでいただきますこの第1セクションをまとめますと DX は デジタル技術を用いたビジネスの変革だということ単なるデジタル化は改善活動に過ぎないということそして DX 推進には5つの要素が必要であり IT 知識はその1つに過ぎないということこれがこのセクションのまとめになります。